山の神遺跡天白岩倉遺跡岩倉とは、古神島における岩に対する信仰のこと。あるいは、信仰の対象となる岩そのもののこと。日本に古くから、ある自然崇拝であり、基礎信仰の一種である。神事において神を身体である岩倉から降臨させ、そのより大と神をもって、祭祀の中心とした。 時代とともに常に神がいるとされる神殿が常設されるに従って、信仰の対象は神体から遠のき神社そのものに移っていったが、もともとは古神道からの信仰の場所に社を混流している場合がほとんどなので、境内により代として締め縄が飾られた神木や霊石がそのまま存在する場合が多い。自然への信仰の霊は岩以外にも鎮守の森、 金足地としての、島、宗方大社の沖の島、六甲浜の地神社や、三輪山などの、山に対する信仰、火に対する信仰、滝などから、風雨、雷という気象現象までの滝にわたるものである。岩にまつわるものとして、他にも、岩倉を中心とした、祭祀場である岩坂があるとされるが、こちらは岩倉に対してその実例がないに等しい。 そのため同一のものと目されることもある。日本書紀では、岩倉と区別してあるので、岩倉とは異なる。何か、坂とは、新域との境であり、ひもろぎの、ひもろぎも、柿という意味で境であり、金足地の根拠は、新域や、常世と現世との歯境を示している。つまり岩坂は、石を環状に配置した、古代の遺跡である、ストーンサークルと同じもので、 そこを神聖正常な場所として保存するための境界石を人工的に組んで結界を形成して死に行きを示している。最終遺跡であり、ヒもろぎとともに神社の原始形態とされている。現在では御神木などの樹木や森林、または儀式の寄り台として用いられる榊などの紅葉上緑樹をヒもろぎ信仰やヒもろぎといい山や石。 岩などを寄り台として信仰することを岩倉という傾向にある。街道沿いにある巨石では、馬刀観音が掘られたり、有名な武士が馬を繋いだといった伝説が、付されたりしたものもある。これらを含む岩倉、巨石信仰を縄文時代に遡りうるとして、人工的に配列された岩倉もあり、その配置が特定の図形や方位、あるいは、 星座の形などを表していると主張する研究団体がある。こうした見解に対して、そもそも岩倉祭祀が開始されたのは古墳時代に入ってからであるとの指摘や巨石を人工物とする説への批判がある。ありがとうございます。